はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今回はですね、造血幹細胞移植に関する自家移植と同種移植のお話です。で、今回も先にね、造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法です。で、そんな造血幹細胞移植の、今日はですね、自家移植と同種移植なんですけども、造血幹細胞移植は主に自己の造血幹細胞を移植する自家移植と、自己というのは自分のことね、あとドナーさんの造血幹細胞を移植する同種移植があります。自家移植と同種移植は、疾患や病気の期間ね、などに応じて選択されます。で、まずは自家移植ですね。自家移植というのはですね、完全寛解期、寛解のね、期間の時に、寛解の期間の時の患者さんからね、造血幹細胞を採取しておきまして、冷凍保存しておき、再輸注する方法です。寛解期というのはですね、病気になってない時のこと、だから病気になる前ですね、健康な時期の時に、造血幹細胞を、自分の造血幹細胞を採取しておいて、取り出しておいて、冷凍保存しておくっていうやつです。で、病気になったとしたら、それを使うっていうやり方ですね。で、まず、自家移植に対しては、こんな利点があります。拒絶反応、GVHD のリスクがない。ドナーを探さなくて良いですね。拒絶反応と GVHD がないのなら、移植をしてもらった人間からしたらね、夢のような話ですね。あと、そのドナーさんをね、探さなくていいというのは、待ち時間がいらないということなので、すぐに治療に入れるから、すごい嬉しいですね。で、その分ね、待ち時間がないってことは、その入院期間が短いってことでしょ。ってことは、もうすぐ始めるってことなんでね、同じこと何回も言ってますけど、そういうことです。しかし、こんな欠点もあります。自己の造血幹細胞に腫瘍細胞が混入している可能性があり、それによる再発の危険がある。GVL、GVT 効果がない。もともと腫瘍細胞というのは白血病細胞のことを言うんですけども、そういうのがね、混入している可能性があります。その発症というか、白血病ですよっていうふうに言われる前でも、であっても、ちょっとあるかもしらんっていうふうな危険性があるわけ、可能性があるわけですよ。で、それによってね、またそのちょっと病気入ってるやつまた入れても、また病気になるやんっていうことですよね。怖いですよね。その辺考えたら、ドナーさん、健康なドナーさんのやつもらう方がええんかなと思うんですけど、ちょっと話進めますね。で、GVL 効果、GVT 効果ってないことという意味もですね、移植をしてもらった人間からしたら、ちょっと希望が薄れてしまう思いですね。何度も言われへんな。難しいですね。で、そして次に、同種移植です。
ドナーさんに造血幹細胞を提供してもらい、患者に輸注する方法です。でこれにも利点があります。 GVL、GVT 効果が期待できます。これはいいですね。ドナーさんの細胞が患者さんの、ね、体の中にちょっと残ってしまっているその白血病細胞を攻撃してくれますので、ね、それはすごいいいですよね。さっきの話とまた全然違うのでね、すごいいいと思います。しかし欠点もあります。まあ、その GVHD のリスクがある、免疫抑制剤を用いるため、まあ、感染症にかかりやすい、まあ、今の僕の状態ですよ。免疫抑制剤たっぷり使ってますんでね。そして非血縁者間で HLA が適応する確率は極めて低く、ドナーが見つからないこともあります。HLA というのはね、まあ、細胞の核分裂の時に現れる糸状の構造部分のことですね。まあ、これはまた後日お話しさせてもらいます。ちょっと今は難しいので。まあね、GVHD はないのが望ましいんですけど、まあ、同時に GVL 効果も得られるので何とも言えないですね。いいけどあかん、あかんけどいい、どっちやねんっていうね感じなんですけども、まあでもやっぱ嫌ですよね。まあね、まあ、僕は同種移植をしてもらいました。骨髄バンクでドナーさんがいて、末梢血細胞移植をねしてもらいました。で同種移植なので GVL 効果が期待できるので、今現在もその効果を期待しての治療中でございます。しかしね、欠点でもお話ししました、その GVHD のリスクがありますので、まあ、今は免疫抑制剤で落ち着いてますけども、今以前は粘膜障害にひどく悩まされてました。まあ、でもね、病気を治して命が助かるのなら、まあ、どんな辛いことでも、まあ、誰もが我慢することでしょう。でも痛いのはね、嫌ですね。あんな痛くてもうなんいいんちゃうかなって思いますよ、本当に。辛さは我慢するけど、僕は痛みは無理ですね。本当に耐えられない。痛がりなんかな。いや、みんな痛いの嫌でしょ。ねえ。ということで、まあ、今回は、次回移植と同種移植のお話でした。まあ、次回はですね、まあ、骨髄移植についてお話しします。骨髄移植ね、単品でお伝えしますんでね。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。